ハニッチュチャンネルプレゼンツ、ひなとりりかのキラキラサバイバル。キラスパプさらにこんにちは、りりかです。春のささやき、中瀬ひなです。ささやくんだ。うん、春はささやくって聞いた。本当？花粉にささやかれてない、うん、それがつい最近花粉症になったの。あら、私のポケットが爆発して。デビューおめでとうございます。でしょ、それで、うん、でもね、4日デビューだったの。うん、なんかその後のレコーディングがあって、あのね、ぐじゅぐじゅのままきついじゃん、んなーって気合い入れたら治ったの。風邪じゃない？え、風邪なのかな。それって風邪じゃない？え、でもさ、超鼻つーってなって、うん、喉イガイガってなって目充血して、風邪かな、分かんない。なんかいろんなものが飛んでそうだからさ、うん、なんだろうね。ね、散布散布されちゃってる。そう、わざとわざと散布されちゃって、うん、あのオールナイトお疲れ様でした。ありがとうございます。もうオールナイト朝の5時までだからね。お疲れ様です、皆さんもお疲れ様でした、ね、お疲れ様でした。で、ね、どこでやったんだっけ。新宿のロフトプラスワンで、昨日から今日の朝にかけてやってたんだけど、多分もう今頃ヘロヘロだと思う。みんなね、なんか汚い、うん、ドロッドロになってるよね、きっとね、うん、もしくはもう目半目で歩いてるから、こっちから汗とかホコリとか、うん、なんだか、ね、でさ、朝の5時にさ、ロフトプラスワンって地下なんだけどさ、うんうん、お外出るじゃん、うん、なんだろうね、すごい荒れてるわけじゃない、目の奥キュンって、わかる？なんかちょっとでも明かりがキュンってなる感じ、ね、目の奥痛くなるよね、うん、ちょっとあの、じゃあ皆さん、あの、一度ね、うん、顔洗って、うん、すぐよ、うん、すぐ洗ってきて、今、うん、今洗ってきてください、うん、ね、そうするとちょっとだけキュンが、キュンっていうのがなくなると思う。今日はあれだね、春だね、リリカの空気が春だ。私ちゃんとしてるのよ、うん、やっぱりなんていうの、春だから、うん、やるときは春になる女なのね。そう、春だけちゃんとやるの、うん、あ、そっか、寒さもないしね、もうね、世の中暖かくなってきてるしね。そう、だから頑張れるの。うん、そっか、じゃあひなも頑張る。はい、ということで、なんだ、え、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。キラキラスパイス、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM よりお送りいたします。3月29日にスターローズレーベルから約2年ぶりになるエンジェルノートベストアルバム第9弾ヴィーナスボイスが発売。ゲーム音楽で活躍しているエンジェルノートの最新曲が盛りだくさん。人気ゲームの主題歌や挿入歌からよりすぐった名曲がぎっしり詰まっている豪華な1枚。いろんな歌い手さんの曲がこの1枚で楽しめちゃうよ。ぜひチェックしてみてね。変わってきましたか？洗ってきた。私じゃないよ。こっちか。こっち。こっちか。さっきさ、でさ、オープニングトークがさ、うん、もう前半トークのつもりでさ、うん、なんか、だから、はい、そう、はいって顔された時に何って思っちゃった。だから、あの、ちゃんとお送りしますっていうのを言えなかったの？そうそうそう。ちょっと。なんかさ、春だから。春だから、記憶力がゴンゴン低下するわけよ。なんか春って魔物ね。そうね、いや、私すごいいいこと言ったよね。うん、もうちょっと後かな。なんかよくほらあるじゃん、5月病とかさ、もうちょっと魔物、もうちょっと後じゃない？でもさ、今はだからなんか芽吹いてきて楽しい時期で、5月になるとその芽吹きを止められんのなって。芽吹いてんじゃねえってこと？芽吹いた後どうしようかってこと？あ、そっかそっか、芽吹いたはいいけど、そんなにまだ爆発するほど熱くないし、ないし、でも引っ込むわけにもいかないしみたいな。ちょっと一回休憩しよっかな、うん、チックな。で、5月病になるんで、ね、5月病ってさ、なったことある？私ない。私もないんだよね。私たちには関係ないと思うよ。だってひなちゃんはマイナスイオン出しちゃうし、うん、
で、レリ君は冬眠から溶けてるし、そう、ちょっとワクワクしてる時だからでしょ、うん、だってさ、5月病ってなんかだるいとかなんでしょ。そう、まだ私先だけどね。あ、今3月だ。そう、最近何してんの。最近はなんだろう、普通のこと言っていい？いいよまずこのね、329の発売する CD の、はいはいはい、後で詳しく皆さんに CD の用意だったり、うん、あとは秋葉原のショップさんに挨拶回り行ったり、ぜひって言いながらポスターとかね、サイン色紙とか置きに行ったりっていうことをすごいやってた。本当、うん、私ね、うん、悔い改めてるの今。え、何をえ、まるっと人生を、まるっと自分の体を。え、なんで。そしてね、うん、絶食とかしてみた。なあ、あのさ、ツイッターだっけで、なんかで絶食1日成功2日目きついかもって書いてあったよね1日ぐらいは、2日目とかできた。うん、え、あのね、次の日はね、美味しかった、うん、ご飯が。え、でも2日目はせめてお粥とかにしたんですか。もちろんお粥とかにしたけど、うん、なんかね、うん、研ぎ澄まされる感覚がただ食べないだけなのに、うん、え、でもさ、飲み物は飲むよね。うん、飲む。飲み物は何飲んでもいいの。わかんない、なんかそんな何を読んでとかじゃなくて、うんうん、食べない決めたの。え、突然春だ、絶食しようと思ったの。そう、何かこのなんか、うん、溜まったものを全部出さなくてはと思って。デトックスだ。そう、私、うん、冬眠から覚めたから羽ばたかなきゃと思って、うん、そして毒素出さなきゃみたいなこと。そう、え、何かが違う一日。うん、あとお酒も抜いたし、うん、それはすごいねなんか絶食とかどっちでもいいや、一日休館日だったんでしょ。 それはすごい。次の日のお酒はさぞ美味しかった。その次の日も飲まなかった。え、じゃあ何日飲まなかったの。3日間。ブラボー。今すっごい体なんかもキラッキラしてる。え、3日ぐらいでどんだけ。もうね、絶対やってみた方がいい。絶食面白いから。うん、え、やってる間って何してんの。ヨガとかしてんの。したいしない、別に普通の仕事したりとかして、うん、うん。え、お腹すきすぎると寝らんなかったりすんじゃん。それがまあまあある程度飲み物で、うん、平気だったりして、ごまかす感じ。うん、あとさっさと寝るし。絶食とかしたことないや。うん、ひなちゃん絶食したら干からびちゃいそうだな。なんかケソってなる。ケソってなりそうだねケホって言ってさ、うん、なんかこなんか咳が咳になってない、ね、そういえばさ、なんかご飯いっぱい作ってたよね、うん、いっぱい作ってた、お食事屋さんでね。3月3日までね、うん、大盛況のうちに。大盛況だった。だってずっと1時から9時までっていう話だったんだけど、10時半ぐらいまでお客さんが嬉しいことに途切れず、なんかね、お弁当箱に幼稚園のお弁当みたいにカニさんウインナーとか卵焼きとか詰めて、ここで食べてもいいし、お持ち帰りして朝食べてもいいしみたいなお弁当箱が 4,50 個売れたり。だからお弁当箱途中でチャリに行って買いに行ったりね。すごい。そう、それであとカレーライスと、あとひなちらし、ひな祭りだから。そう、なんでこうね、ポンポンって2つポンポンって置いて、ご飯をで、うずらプンプンって刺したので、帯な、え、帯な、おだな、え、何帯なって何、おだなって何、旦那なんていうのあれ、あれだっけ、ちょっと待って、旦那とお代理様。そうそうそう、うん、お代理と旦那お代理そうだよね、うん、旦那と妻だよね、うん、お代理とひなだと思って作ったら、うん、みんなこれだと思われて、おっぱい、そう、パイだと思われて、うん、斬新なひな祭りですねって。え、なんでうずらの卵どうしたの。上にチンって乗っけたの2つ。あ、別に何もしないで。そうなんか例えば顔を描くとかそんなことしないで。じゃなくて、それはおっぱいでしょそれね、違うの。ほら、うずらってさ、顔に使うじゃん、うん、お弁当とかで、うん、ごまとかつけるでしょ。ああ、そっか、黒ごま描かなくてもわかるだろうと思って、こうトゥルンとしてるでしょ。そう、トゥルンってしたのをツンツンって乗っけて、
それで糊かけてはいって出したら、いやいやいや斬新ですねみたいな、 これ出しちゃっていいんですかっていっぱい言われて最初全然気づかなくて、え、な、何って。で、ほら、旦那の方が出てこないから、お雛様でしょとか、お雛様でしょって言って、うんうんって。みんななんか濁すの。で、お雛様のおっぱいをひなちゃん。そう、まあみたいなことに、会場はなってたらしいんだけど、最後まで気づかなくて、それで、後々、でしたよねって言われて、気づいて、で、写真とか見たら、いやマジ確かにって思って、ちょっとそういうこともありつつ、うん、カップケーキとかも持って帰ってもらったりとかして、うん、まあ、3日が一応ファイナルってことでやったん。お疲れ様でした、うん、すごいね、いっぱい来てね。いやなんかね、最初ね試しでやってみようとか言って、これひな祭りをやったならば、うん、今度はなんだっけ、男の子のさ節句なんじゃないの、うん、か6月ぐらいか、全然関係なく、うん、5月だったら何をお弁当に入れる？なんだろう、男の子でしょ、うん、甲羅ついてるものじゃん、カニ。え、なんで甲羅ついてんだっけ。だって鎧でしょやつら鎧から甲羅に行っちゃったそれかしょっちゃう、しょっちゃうでしょ。カメ、カメ弁当入っちゃうダメだね。なんかさ、ほら、カブトから連想するものは甲羅？あ、タイだ、お頭だ。え、魔除けっぽくない？なんかさ、目指しの頭切ってヒイラギ刺すみたいなことになんない？だって鎧カブトじゃん、5月って言ったら。あ、鯉、鯉のぼりだから鯉国？なんだっけ、鯉の鯉国？鯉の甘露煮。なんかすげえ、あの鯉国めっちゃ美味しいんだけど、めっちゃ骨だらけで、しかもやつらの骨ってなんかこうね、ザクザクしてるから一回刺さったら抜きづらいの。やーだー。だから5月って言ったら鎧兜だから、頭か釜、マグロの釜とかみんなでつつき合うの今度は、うん、じゃあいらっしゃいますよ、うん、全員こっちの人で、うん、新しい世界でつつき合うの。そう、つつき合うの、みんなで。やっちゃまち、食べちゃって食べちゃってって言って、あーんとか。そう、え、それさ、ある種でも桃の節句じゃないや、5月の節句だよね。そうだね、男だけのパーティーだよ。え、それ女たち入り禁止なの。それリルカも厨房一緒に立ってよあの、言っとくけど厨房から、あのね、厨房を見たい見たい見たい、それ見たい、うん、あれだから、私お客さんにご飯が足りないとかカレーの量が足りないとか言われたら、うん、じゃあ取りに来てって言って、うん、厨房並んでもらって給食みたいにこうお皿で組んだりとかできるから、うんうん、お客さんは自分で欲しいものは厨房に取りに来るっていうシステムなの、うん、ひなのお食事屋さん、うん、いいでしょ。いいいいいい。でお味噌汁が欲しければ入り口のとこに寸胴鍋で置いてあるから、飲みたければ自分で取ってっていうシステムにしてあるからいいでしょ。厨房立ちたくない？うん。え、なんで？うん、あ、でも見てみたい。え、見たいだけ？うん。え、絶対やりたくなるよ。あの、こうシャカ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 って、できないできない。私これできなくて、夜の部ちょっとお酒が出たん、うん、できなくて、なんか滑稽な音しかならないの。なんかカチャ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 ってなんかリズムがあるんでしょ、あれって。わかんない、私飲む方専門だもん。作んないの？作んない作んない。え、今度一回さ、物を試しでさ作ってみて。あれ、これなんかだんだん引っ張られてる、引っ張られてる。何が？危ない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 。じゃあ皆さん5月か6月楽しみにしててくださいね、うん、何でまたやることになってんのそれも引っ張られてんだ。あ、そっかそっか。まあじゃあ、うん、いつか、うん、ね、またやってほしいなと思います、うん、はい。じゃあ、うん、誰もまだ、あ、聞いたことあるのか、うん、ね、うん、今度出る、そう出る、3月に出るスターウォーズから出るの、うん、ルーカラスボイスから、そう、ボリューム9の中から1曲聞いてください、うん、え、どうぞ。ノーイングマリカ。ノーイングでマリカさんに聞いてもらいました、うん、これがね、はい、ヴィーナスボイスの1曲目、
に、うん、なるほど、そうこの曲からスタートするという感じになってんの。いち早くですね、皆さんがちゃんと聴けるのね。発売日前にね、うんうんうん、でもまあ29日になったらみんなのも手元にあるからね、ずっとヘビロテでね。ヘビロテ、ヘビロテ、あ、ヘビロテでも間違ってないね、間違ってない、うん、日々ローテーションとね。そう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 、全然 OK です、うん、で、うん、聞いてもらえたらと。はい、うん、今回なんかいっぱいまた、うん、歌姫様たちがすごい数で、うんうん、なんかね書けないぐらいな感じ。総勢何人ぐらい、何人だろう、内緒まだ今回16曲入ってる中で、うん、12、3人はいるんじゃなかろうか的な。すごい、でも本当にバラバラ歌い手さんたちが全部っていうぐらい、うん、ほぼじゃあなんとなくゲームで歌ってる人たちはもうみんな入ってるぜぐらいの勢い、うん、そうだね、かなりの勢いで入ってるかな、まあ、ざっと、はい、なんだろう、パパパッと名前言うと、まず今かかったマリカちゃんでしょ、うん、でユイニャンでしょ、はい、で中山まみちゃんでしょ、はい、で佐藤ひろみ姉さんでしょ、はい、上白亜美ちゃん、とうこちゃん、うん、きっこちゃん、うん、でタミヤスロック、うん、でリリカン、ひな、その他もろもろみたいな。素晴らしい、うん、だからすごいいっぱいで、うん、なんかもうギューって詰めすぎて、2年半ぶりもうそんなになりますか。そうなの、そうなの、ほうほうほう、2年半ぶりだからさ、うんうん、止まったわけよ、なかなかね、たくさんありますよね、うん、やってる曲がね。そうだからこうギュッとなって出せる感じで、なんかショップさんも特典をつけてくれるっていうショップさんが出て、うんうん、月中屋さんでブロマイド、あのジャケットへのね、あーはいはいはい、うん、それでグッドウィルさんでまた何かつけてくれるっていう話がちらほら、じゃあショップで買いに行くのが楽しい。そうだね、特典をもしつくショップが近ければ特典ももらえちゃうみたいな感じになってるから、うん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 、もうじゃあ今すぐ予約もできる。できるできる、もうアマゾンでもショップさんの通販でも予約ができる状態になってるんで、もう早く聞きたければもうこっちだし。そうだね、うんうんうん、もう自分の足でって言うんだったらもう走って29日にね、29日にね、うん、なるほどね、うん、でまたなんか今9段目じゃん、うんうん、でもできるだけ間髪入れずに10段目を出せればなみたいな、今内内の打ち合わせ中みたいな。素晴らしい、うん、なんかさ、うん、あれじゃない、これを入れてほしいとかっていうのをさ、うん、連絡もらえばいいんじゃないこの曲が欲しいなみたいな、まあ、本当にごめんなさい、言い方どうすればいいのこれ、なんだっけ、リクエストってこと。そうね、だから入れて欲しい曲を、うん、のリクエスト、今なら間に合うんじゃないの、うん、今ならまだ間に合う。10段目に、うん、記念すべき10枚目のアルバムには、11枚目には間に合うかもね、うん、そうね、うん、あ、そうか、11枚目にはね、うん、言っといた方がいいんじゃない。まあ言うのはタダだしね。そう、まあスターローズレベルの、スターローズレベルのね、メールとかで送ってくれれば参考に、ね、うん、なるだろうしね。え、アルバムになってない曲ってすごいあるよね、きっとね。すごいあると思うよ、いろんな歌姫たちの合わせればね、きっとね、うん、多分あると思う。そうだよね、うん、でそれをこの曲がいいなって言ってくれたらリクエストに応えられるかもだしね、うん、そうだね、うん、もしかしたら、うん、私たちの幻の、うん、あ、でも来てたの、メールで何が来てたの。影星で胸キュンと、うん、そんなあなたはラテン人はどうしてアルバムに入ってないんだってほら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 、やっぱり来てた。来てたの、あのね、リリカに会ったら速攻言わなきゃと思ってたんだけど、来てて、あのボーナストラックとかシーッとかなった後、うん、あんちゃんよく、はい、あそこに実はあるんじゃないかとか言われてんだよ最近ね。ひなちゃん、あっちの方向見てごらん、うん、あっちの方向見て、じーって見て笑ってる。そしたら必ず、うんうん、いいよ歌ってもっていう音楽がね、うん、できるはずだ。影星で影星がね、うん、でできるはずよ、うん、あっちを見れば。
ちみんな誰がいるか教えてあげないけど、うん、あっちなの SP がいるから、うん、あっちね、はい、久々に SP SP がいるから、うん、それに、うん、こうなんかキュン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 言えばいいんじゃない。あ、そっか、うん、まあ別にね、うん、10枚目なのか11枚目なのかわからないけれ ど言い続ければ、うん、夢は叶うから。そう、叶ってるしね、今まで全部ね。そう、いろんなことがね、叶ってるから、うん、だからまあ叶うんじゃないかな。なあ、そう、それを言おうと思ってよかった、言えた。本当すごいすっきりした、それがさ、うん、欲しい人がいるんだ。そう、世の中にはいるの。やっぱりさ、二人でちゃんか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 ってやったやつひなちゃんのさ、うん、捨てられてしまったさ、うん、歌詞たちに生き返って、ね、今、息吹を。そうだよ、そうだよ、ね、ダメだよ、ダメだ、お蔵入りにしちゃいけない。そうだよ、キノコのこの子パイパイパイも生き返るかも。早くちょうだい。そうだ、じゃあ私それさ作曲してまた SP にそっと送っとくからそっと送るんだ、そっと送っとくからこれ、これしかもあれなんでしょ、リリカンがちょ仮歌とか歌っちゃってんでしょ。そう、仮歌歌ってもキーボードのすごい拙いキーボードで仮歌歌ったやつをうん、送っとくからパイパイパイって言ってそうね、夜中とかにそのファイル開いちゃってすごいなんか寝られなくなっちゃうんでしょ。うんうんうん、やる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 。あ、もうなんか私ちょっとね希望が出てきた。ほら、春だから、春だから、ほら、 なんて言うんだろう、そのうんシーって言った後にどれだけ何か楽しませられるかなっていう のためにちょっと私ここに3ヶ月頑張るわ、うんうん、あ、そのシパンっていう時にね、 そのためだけにちょっと頑張ってる、うん、分かったじゃあ、うん、じゃあですね、そのアルバムの中に入っている曲で、うん、私の曲で、うん、夕焼けのマージナル聴いてください。インフォメーションコーナー、外人っぽい全然外人っぽくない全然外人っぽくない一瞬異国の香りがした。インフォメーションコーナーなー、ひなちゃんっぽくね、うん、言ってみました。はい、じゃあお願いします。3月29日、はい、エンジェルノートボリューム9ピーナスボイスが発売します。全16曲で、はい、いろんな歌姫さんたちの曲がギューッと詰まったアルバムになっているので、ぜひぜひ、もう通販も予約通販も始まってるし、はい、すぐ予約してください。とかも、ショップ特典とかつくお店もあるし、はい、っていうことで予約するか当日買いに行くかでヘビロテしてください。はい、ヘビロテね、ヘビロテね、日々ヘビロテ、そうそうそう、日々ヘビロテしてくださいそれで、あともう一個、はい、ひなからは4月1日、エイプリルフールの日なんですが、はい、19時から、六本木マハラジを貸し切って、なんと、11時まで、パーリーを、なんたること、 DJ さんも5人ぐらい出てもらっていつパーリーをやりつつ、間にエンジェルノートさんの曲のミックスを、そこの日限定オリジナルミックスみたいで、みんなで踊ってもらう。え、じゃあ何、秋葉男子が、うん、六本木に繰り出し、そうそう、マハラジャで踊り狂うってこと。そう、それで、あれなのえ、どうした金額が3000円で男子は2ドリンク、はい、女性は3000円で飲み放題、魅力的な金額にもなって。ひなちゃんは言ってるんですか。ひなも、出るし喋るし、うん、まあ回さないけど、うん、喋る感じで。歌わない。歌わないかな。テンション上がったらいきなり歌うかも。いや、ないな楽しみ楽しみ。なのでなんかそういう何かおかしなことをやるので興味があったら調べてみてください。はい、4月1日ですね、うん、エイプリルフールの日に、うん、六本木集合ということでね。さあ、うん、そしてそれの前には、うん、アルバムを買って、そうなの、29日に買ったのうちの、ね、みたいな。そうですね、春は忙しい、うん、忙しい ね、 ね、うん、ね、ここでね、皆さんにね重大発表がございます。じゃん、ですね、うん、なんと、うん、2年ほどお世話になってきました、はい、キラキラスパイスですが、うん、次回で、うん、最終回となりまーす。なんでパチパチか分かりませんが、うん、そうなのです、うん、何これを卒業というのかしら、今時で言うと、うん、
そうだね、卒業もしくは出発、出発もしくは出航旅立ちますのそんな旅立ちちゃう船行っちゃう、そうか、なんて言うんだろうね、皆さんには大変大変お世話になりました、なので次回はね、ぜひぜひ、楽しみに皆さんと楽しんでいきたいと思います、はい、なのでまた次回も楽しくお会いいたしましょう、ではではさよなら、またね、キラキラスパイス、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM よりお送りいたしました。